戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、川並州。前の長吉の次男。偽文書ともされている、武甲山では、小坂雄吉、前の長安の父とされる。浮野号戦場後宗安が南宋暗記を記した、場所、前の宗安は、尾張国を流れる木曽川沿いで活動する、川並州に所属していた、ともされている。宗安は1558年、 当時の織田壇上、多大いえ当主である、織田信長の終わり統一の際に起こった、織田伊勢守家との戦い、浮屋の戦いに参加したとされている。この戦いには、息子の小坂雄吉、前の長安と共に出陣したとされ、宗安、雄吉、長安不死は信長から所領を与えられた。この戦いの時は宗安は、織田家臣ではなく、川並御衆として、 戦いに参加していたとされている。また、宗康は、前の家文書、武功屋和にある、南宋暗記を記した人物である。宗康の次男であるとされている、前の長康は、後の関白、豊臣秀次付筆頭画廊である。この前の長康を宗康の次男としている資料は、武功屋和のみであり、関西重修書家府には長康は、坪内勝貞の長男とある。 だが、坪内氏系図によると、勝貞は、永生十三年生まれで、長安は、大英八年生まれである。これによると二人は十二歳差であるため、実の親子とは考えにくい。前の氏は、関武天皇の子の吉峰安洋子祖とする吉峰氏の、系統で、吉峰高成の子である高町もしくはそのひ孫である、時綱が、終わり国は軍、前の村に移り住んで前野を名乗ったのが、 始まりとされている。また、吉見タ峰高成の娘は、平野清盛の父である、平野忠盛の妻であったとも言われ、高成の娘と忠盛の間に、平忠盛を生んだ、ともされている。武甲山は、戦国時代から安土桃山時代頃の終わり国の土豪前の家の動向を記した家父の一種であり、前の家文書とも言われる。ただ、用いられている語彙の一部は現代人にも、 容易に理解できるものがあり、資料としてのの信頼性は低いとも言われている。この前の宗安が所属していたとされる、川波州は、義所とも言われる、武功屋は二のみ記されており、架空の集団とされている。ありがとうございます。